皆さん、こんにちは。滝沢勝谷でございます。どうも皆さん、こんにちは。初心者はこれ引けシリーズ7曲目に突入でございます。7曲目。今回はまた邦楽に戻って、スキャンダルの瞬間センチメンタルという曲にチャレンジしていこうかなと思います。初心者向けの曲って検索したりとかすると必ず出てくるような有名な曲なんですけれども、まあ、イントロの単音、パワーコード、ストローク、ブリッジミュート、そしてギターソロと、結構、なんか内容としては結構盛りだくさんな曲だったりとかしますけれども、その今までの6曲をね、その着々と練習してきた皆さんならば、そんな難しくなくね、乗り越えられると思いますので、頑張って練習をしていきましょうということです。頑張ってモリモリ一緒に練習していきましょう。わー、そんな感じです。で、ちょっとお知らせっぽくなってしまうんですけれども、今回の動画から、楽譜があるんですが、今までその、なんて言うんだろう、そのコメントとかでその楽譜が欲しいか、タブ譜が欲しいみたいな感じのリクエストをたくさんいただいてたんですけれども、有料になってしまうんですが、今回から、タブ譜を用意するようにしました。iPad、iPhone、もしくは Android 端末でもあると思うんですけれども、PiaScoreというアプリをダウンロードしていただくと、このアプリの中のストアの中から僕が作った楽譜がダウンロードできるようになっております。楽譜の入手、そしてこの楽譜ストアを開いていただいて、まあ、スキャンダルとか滝沢勝成とかで検索すると、反映されて、そちらから、有料になってしまうんですけど、ダウンロードできるようになっておりますので、もしよければそちらの方も検討いただければという感じですけれども、動画の中でその手順とかその構成とか全部お話をしますので、別に楽譜なくても全然問題はないです。ただ、手元に楽譜があった方が、なんかこう、わかりやすいかなとか、もしくはそのね、滝沢の活動にちょっと貢献してやるかみたいな感じのことを思っていただきましたら、その協力いただける意味でも、ちょっとダウンロード検討していただけると嬉しいなという感じです。で、僕はちょっとこの PiaScoreというアプリは初めて、ダウンロードして今使ってるんですけれども、ちょっと便利っぽいっすね。なんか、長押しすると書き込みモードに変わって、なんかこう、いろいろこうね、ライン引いたりとか、なんかね、いろいろこの書き込んだりとかできるわけですよ。もちろんその拡大縮小とかも簡単にできますし。で、普通にこうね、ページめくりとかもね、そのささっと。紙とかだと結構ペラペラってめんどくさかったりとかするんですけどね、この辺は本当にささっとね、めくることができるんで、なんかこんな感じでとても便利なアプリになっているので、まあ、よかったらまあ検討いただければって感じでございます。何気にすごい便利そうで、僕はちょっとこのアプリにびっくりって感じですけども。そんな感じです。ではでは、今回もまた動画を分けようかと思うんですけれども、ちょっくらギターソロとか単音とかがあるので、動画を今回は3本に分けようかなと思います。1本目の動画は、全体的な構成をずっとお話しさせていただきます。で、2本目の動画で、このイントロとソロをちょっと掘り下げてお話をします。チョーキングとかが出てくるので、このチョーキングのフォームとか、そういったものをですね、細かくお話しさせていただこうかと思います。そして、おなじみ3本目の最後の動画では、この全体の構成についてお話をさせていただくという形になるかという感じです。それぞれのパターンはそんな難しくないんですけども、細かくリズムが変わったりとかするんで、ちょっと喋ることが多くなるかと思います。なので、まあ、そういった意味でも、まあ、今回の動画はね、今回のこの曲は楽譜があってもいいのかなと思うんですけども、まあ、その辺は皆様の、選択にお任せいたします。そんな感じです。ではでは、まずイントロから、スタートしましょう。イントロはまず、チョーキングが入ります。ちょっといきなり難しいです。こんなん。こんな感じの、フレーズです。やってみましょう。まず人差し指が、ここ、2弦の7フレット、そして薬指が3弦の9フレットに行って、こんな感じで2本鳴らすと、こんな感じの不協和音が出る状態にします。で、この状態で2本の弦をブルンと弾くんですけれども、弾いた後にすぐに薬指だけチョーキングをします。こんな感じですね。そうすると、この違う音の2本の弦、それぞれ違う音だった2本の弦の音が、同じ音になるんですよ。なので、このある程度同じ音になるように、ウィーンと上げてあげると、こんなチョーキングのやり方もあるんですけども、イントロでいきなりこんなのが出てきます。薬指が寝てしまって、2弦に触れて2弦の音が出ないとか、そのね、3弦のこのチョーキングの音がね、上げきらないとかってならないように気をつけてくださいませ。さっと。薬指だけ上げるという感じです。で、この時に気をつけたいのが、その指だけでこうね、上げようとしないように気をつけてくださいませ。極端に悪くやるとこんな感じ。
指ではなくて、ある程度この指を固定してしまって、手首で持ち上げるような感じです。このひねりを使うわけですね。こんな感じのひねり。ちょっとよく見てください。ここから。このひねりを使いつつ、音程を上げていきます。これがまあその最初のチョーキングですね。で、これを1フレットずつ下げていきます。こんな感じ。で、その次は、16フレットから、薬指が4弦の16ステン、16。で、人差し指が3弦の14。で、薬指がある3弦の16。ポンポンポンと。で、次の小節は頭から、こんな感じで、トゥトゥータートっていう動きを3回繰り返します。まず普通にこの16フレット、シの音なんですけども、シを弾きます。シ、シ、シ、シ。で、シ、シと弾いたらチョキング。シ、シ、チョキング。で、下ろす。で、14フレットのラ。シ、シ、上げ、下ろす、ラ。で、薬指で4弦の16フレット、ファ。シ、シ、ラ、ファ。シ、シ、ラ、ファ。シ、シ、ラ、ファ。こんな感じです。最後のこのファの音から、ファミファファラミーと行くんですけれども、やってみましょうか。ファミファン。人差し指で4弦の14フレットですね。16、14、16。ファミファンファラン。さっきやったラ、ファラ。で、小指で2弦の17フレット、ミ。いきます。ファミファンファラミー。で、その次、中指と人差し指を使って15、14を弾いていきます。2の後は、レ、ド、レ、ド。2、レ、ド、シ。で、ラまで下がります。2、ファ、ミ、ファ、ファ、ミ、レ、ド、シ、ラまで。で、このラを弾いたら、人差し指はそのまま隣、13フレットにずれます。ラ、ソ、ラ。ラ、ソ、ラ、シ。こんな感じですね。もう一回やってみましょうか。ファ、ミ、ファ、ファ、ラ、ミ、レ、ド、シ、ラ、ソ、ラ、シ。こんな感じです。つなげると、次の、そうですね、今、さらっと弾いちゃいましたけど、次も同じですね。そのね、シシラファ、シシラファン。で、ミから15フレット。ミ、ミシャープ、ファ。ミ、ミシャープ、ファ、ラ、ファ。もうね、一小節ずつ登るわけですね。で、人差し指は5弦の、人差し指は5弦の5フレットのパワーコードをバッと弾いて、イントロが完成。やってみましょう。こんな感じです。これがまあイントロのパターンです。ちょっとそのチョーキングとかのフォームに関しては2本目の動画で詳しくやるので、ちょっとざっくりとだけポジションを覚えておいてくださいませ。で、その次、覚えたいのは A1 です。A1。A2、A3 はちょっとすっ飛ばします。まず A1 を覚えちゃいましょう。A1。人差し指が6弦の2フレットからスタートするんですが、F シャープマイナー。F シャープとしましょう。ここは F シャープです。F シャープ。F シャープからスタートして、その次、4弦の4フレット。6弦の2フレットから5弦の4フレット。F シャープから C シャープに行きます。で、その次、隣の D、5弦の5フレット。で、弦が1つ上に上がって、6弦の5フレット、A。ここに行きます。F シャープ、C。で、その次、D、A。で、もう一回、F シャープ、C、D。A といきます。これをブリッジメイトしながら弾いていきます。右手のこの側面の部分をこの弦にくっつけて、ピッキングすると、
ジャー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 という音がズン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 という音に変わるんですけども、この辺。これが音を止めすぎて、この音になってもダメですし、外側に行きすぎて音が全く変わらなくてもダメです。弾いたらこんな感じで音が伸びるんじゃなくて、弾いたらちょっと音がこの減衰していく感じ。ズン、ズン。このミュートが甘いと、弾いてもずっと伸びちゃうじゃないですか。こうじゃなくて、ズンと、ちょっと途中で途切れる感じ。こんな感じの音を、目指していただけると良いかなと思います。で、これを8回ずつ。ワイン、エンダー、トゥリー、エンダー、ワイン、エンダー、トゥリー、エンダー、ワイン、エンダー、トゥリー、エンダー。こんな感じで弾いていきます。で、最後の A は、ブリッジミュートせずに4回弾くと。こんな感じ。F シャープ、6弦の2フレットから、その次は 5弦の4フレット。2、3、4、で、隣。で、上に行きます。また繰り返していきます。こんな感じです。これがその A メロのパターンです。A に A3 になると、ちょっとこれが応用されるんですけれども、基本的にこんな感じ。F シャープからスタートして C シャープに行って、D に行って、A に行くと。で、これを一小節ずつやっていくような感じなんですけれども、ちょっとこれは3本目の動画のときに細かく拾います。で、その次 B セクションに行きましょう。B セクション。B セクションにざっくり弾いてみると、こんなところ。こんな感じです。そのサビ前のパートってところですね。サビ前のパート。まず、この人差し指が5弦の7フレットのパワーコードに行きます。ここです。で、2つダウン、アップで弾いたら、ドンテンの時にやったのブラッシングのやつですね。ダータック、ダータック、ダータック、ダータック。このクの音をアップストロークで弾いていきます。ダウン、アップ、で、アップでク。ダータック、ダータック。で、その次、中指でこの、小指はそのまま、中指で5弦の8フレットに行きまして、ダーダッコ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 。こんな感じで、ダダッコを弾いていきます。で、細かく言うと、ダーダッコ、ダーダッコ、ダーダッコ、ダーダッツツなんですけども、まあ、この辺はお任せします。ダダッコでもいいです。一応、最後のこのダーダッツツ。ダダックじゃなくて、ダダクックってことですね。ちょっとダウンが入りますね。ダダック、ダダック、ダダック、ダダクック。で、その次、6弦の2フレットの F シャープから A に行きます。ダウン、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、アップ。で、シンコペーション。クーとか食わないとかやった言い方をするんですけども、このアップストロークで、コード進行することを、シンコペーションとか食う食わないなんて言ったりとかします。F シャープから A で食う。食って A に行きます。で、食った、ダダダダン、ダン。こんな感じですね。ダンダダダダダダンダダダンダダン。ゆっくり。ダンダダダダダ、食ってて、てんて。で、その次 D になって、ダンダタ、枝書いていきます。で、E、人差し指は5弦の6 7フレットに行くと E というコードです。D から中指付け出して、で、E に行って、食って C シャープ。C シャープで食います。ダンダダダダと、C から。で、食ったらアップストロークから3つです。アップストロークから3つ。タンタタタタタ、食ったタタタ。食ったらアップストロークから3つ。こんな感じ。これが B セクションです。ちょっともう一回やってみましょうか。ダダックのところから、E のパワーコードにして、5弦7フレットのパワーコードにして、ダダック、ダダック。で、中指付け出して、ダダック、ダダッツッツ。F シャープから、食って A に行きます。ダダダンダダ。D 中指、タタタタ。で、E で食って C シャープいきます。クッ、あたた。こんな感じ。これがその B のパターンって感じですね。A セクションの時はね、A1、A2、A3 みたいな感じで応用があったんですけど、B セクションの場合は特に応用ないです。曲中に2回出てくるので、全く同じ手順を弾いてくださいませ。タンタタタタタ、バー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 です。
で、その次、C1、C2 に関してなんですけども、C1 をまずやってみましょうか。超簡単です。超簡単です。サビが一番簡単です。コードの順番を覚えるだけですね。最初、5弦の5フレットの D です。ここからスタート。で、これを1小節弾いたら E に行きます。7、9。5弦の7フレットですね。で、その次、またさらにこっち側に行きます。高い方の F シャープですね。さっき F シャープはここでしたけども、5弦の9フレットも F シャープなんですよ。高い方の F シャープ。音が高いじゃないですか。これ音が高い F シャープ。これ音が低い F シャープ。D からスタートして2フレットずつ E になって F シャープ。で、その次 C シャープ。横に移動するだけですね。ちょろいですね。こう行って、こう行って、こう行って、こう。で、また D に行って、E に行って、F シャープじゃなくて A に行きます。で、A に行ったら、その次は C シャープ。これを、タンタタタタタタタンタタタタタタのリズムで弾いていきます。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、D、D、D。2フレット上がります。E、2フレット上がります。で、その次 C シャープ。4フレットに。で、また D に行きます。はい、D から L、C で、また E に行って。で、その次は A です。で、C シャープで。C シャープをクッて入って、クッた分も含めると4回アップで C シャープを弾きます。タンタタタタタ、1個、2個、3個、4個。タンタタタタタ、1、2、3、4。こんな感じ。クッて C シャープに行って、クッた分も含めると4回アップストロークをすると。えータタタタタ、シッシッシッシーと。こんな感じです。で、その次また C シャープ、C セクション続きがあって、また、ちょっと繰り返しですね。D、タタタタタタ、E、タタタタタタ、F、タタタタタタ、C、タタタタ。こんな感じの繰り返しがあります。ごめんなさい、ちょっと嘘つきました。ちょっとさっきの C セクションの頭、あれだ。D、タタタタタタ、E、タタタタタタ、F、タタ。C シャープって言いましたけど、ごめんなさい、小指がこっちですわ。小指が、4と7になるでした。ちょっと広げなきゃいけないフォームなんですわ。すみません、ちょっと失敗こけました。ちょっと嘘つきました。ちょっと最初から C をやるとすると、F シャープに行って、4、7。G になって、で、E に行って、で、A。で、4回、1、2、3、4。で、その次また D からスタートして、E に行きます。E。2フレット上がって、F シャープ。で、また4、7。最後、D、ダダ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 ダ、E、タタタタタ、ホイホイホイと。D を、クッて、出て、出て、出て、E、タタタタタ、クッたときに中指がつきます。E、タタタタタ、クッ、2、3。クッた分も含めると3回。E、タタタタタ、クッ、2、3。で、こっちの方に、ティ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 の方に戻るというか、そんな感じになります。こんな感じが C セクションです。で、C2 になると、ちょっとね、この応用が加わるんですけども、とりあえず C1 だけ覚えておけば、俺、OK でございます。ちょっと覚えておいてくださいませ。ややこしいところがたくさん出てきましたけども。で、ちょっとソロはすっ飛ばしまして、D メロ。行ってみましょう。D メロ。どんなパートかと言いますと、ちょっと歌メロが変わるところがあるじゃないですか。なんかこう、雰囲気が変わるところというか、ギターソロが終わった後かな。すいません、ちょっとなんかチューニングがすごいなんか安定しない感じですね。ちょっとさっき弦交換したばっかなんで、ちょっとチョーキングをすると、すごいチューニングが来るっていうね。すいません、ちょっとチューニングタイムで。OK! 聞いてみます。D セクション、こんなところ。
のパートみたいです。なんとなく曲わかる方はね、聞き覚えがあると思うんですけども、やってみましょう。まず、D メジャーセブンスっていうコードを作ります。人差し指が、5弦の5フレットに来て、パワーコードを作るんですけども、この小指のパワーコードのところを薬指と押さえます。薬で。で、中指でこの3弦の6フレットをプラスアルファするわけですね。そうするとちょっとこんな感じの儚い音がするんですけれども、まずこれが、D メジャーセブンです。D メジャーセブンってことです。ダウン、ダウン、パパ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 。ダウン、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、アップ、アップ、ダウン、アップ、アップ、ダウン、アップ。で、その次、弦が一つ上に上がって、また同じリズムですね。で、さらに2フレット向こうに行って、A メジャーセブンスから G メジャーセブンスに行きます。同じリズムです。で、その次、F シャープから、低い F シャープから高い F シャープに行きます。ちょっと移動が大変です。ダンダンダダツ、クッテ、E でクッテ。ダンダンダダツ、ポッポ。こんな感じ。で、また、同じように D メジャーセブンスから。で、その次、E のパワーコードいきます。で、人差し指が5弦の9フレットと、小指が3弦の11フレット。つまりこのファのオクターブってことですね。ファ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 。アメリカイディオットとかのギターソロで出てきたと思うんですけども、あのオクターブでございます。で、この9、11のオクターブを1個ずつずらしていきます。こんな感じ。で、その次 C シャープのパワーコードを2回ずつ。弾いたら、1回弾いて、2回。2212って感じです。2212。つなげて弾くと、F から高い方に F、F、E、E ってまた D メジャーセブンス。で、弦が上がって A メジャーセブンス。で、その次は E コード。で、オクターブで、C シャープを2、2、1、2。こんな感じです。これで全体的な、構成は OK かなという感じです。あとはその A2、A3、C2 とかでちょっとこの応用を聞かせるような感じになりますので、ちょっとそれは応用を練習をしていきましょう。とりあえず次の動画でこのギターソロの部分をですね、チャレンジしていきますので、2本目の動画で、ちょっと苦労してきてくださいませ。うまくできましたら、2本目の動画に進んでいただいて、で、それもできたら、3本目の動画でまとめるという形になりますので、できる範囲で頑張って、ついてきてくださいということでございます。もしわからないところがありましたら、動画のメリットを生かして何回も繰り返して、わからないところを潰していっていただけると嬉しいなという感じです。それではまた違う動画でお会いしましょう。頑張って練習してみてくださいませ。じゃあね、パーハイ。よかったら、楽譜のダウンロードもご検討くださいませ。じゃあね、パーハイ。